はーい、お疲れ様です。元つです。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですが、こちらの記事ですね。ソニーグループ部品不足改善で PS5 大幅増産って、え、ソニーが PS5 をね、大幅増産するぞーってやる気出してるみたいなんですよね。発売から1年半経つような感じなんですけど、今こうやってやる気出してるんですよ。PC やモバイル向けゲーム拡大っていう記事なんですけど、ただ日本国内ではもうすでにね、PS5 ってオアコン感のね、空気が ゃって乗り換える人とかもいたりだとか、今更押せよーみたいな声もあったりするんでね、今回それについてね、お話していこうかなと思います。また別のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、PS5 大幅増産するぞーって言ってるみたいなんですけど、えー、ソニーインタラクティブエンターテインメントのジム・ライアン社長は、26日、供給もサプライチェーンの制約が緩和しつつあるとし、 家庭用ゲーム機プレイステーション5の生産を大幅に拡大する方針を明らかにしたって言ってるんですけどめちゃめちゃ遅いよね元道の感覚だとすっごい遅く感じるんですよでパソコンや携帯端末向けのゲームを増やす考えも示したということですライアン社長はソニーグループの事業説明会で部品不足は改善しつつあるとした上で今年は PS5 の生産を大きく増やすと語ったその後も一段と増強しかつてやったことない水準に 生産を強化すると述べたと、まあこれ。これ自体はすごいことなんですけど、ちょっと遅すぎないって感じはするんですよね。まあ、もちろん部品不足とかいろんな悩みはあったとは思うんですけど、多分ね、日本国内では遅いよっていうような意見多かったりすると思います。で、えちなみにその時の資料っていうのがね、こんな感じであったりするんですよね。こんな感じで PS5 と PS4 をね、えー、ちょっと比較してるような感じになるんですけど、PS4 がこの黒いね線で、これの 対象として PS5 なんですけど今ちょっとね PS4 よりも台数がね伸び悩んでるけどこの後一気に伸びて PS4 を抜くような予定だよっていうふうに言ってるんですけど本当かなってもっと実は思っちゃうんですよねまあ日本の人みんなそういう風に感じちゃうと思うんですけどただ海外の伸びっていうのはまあいいんだと思うんですよねだからこの後伸びていくよっていうことなんですよただ日本の人からすると本当かよソニー絶対売れねえだろって思う人もいっぱいいるんじゃないのかなと思うんですよねそ、まあ、それもそうで ハミツーのゲームソフトの、ね、販売本数ランキングとか、ほとんどね、ニンテンドーばっかりなんですよ。ニンテンドー系のソフトで、ね、スイッチで遊べる系のものばっかりなんですよね。だから全然、あのプレイステーション系が入ってないんですよ。 うん、まあそれは転売ヤとかいろんなところがああの関わったっていうのがね理由にあると思うんですけどただソニーが日本に対して全然、ね、力を入れてこなかったっていうのもねファンが、ね、離れた理由だとかもあると思うんですけど2020年11月に発売した PS5 は部品不足の影響で2年目の生産台数が PS4 のペースを下回った同社長は3年目の実際の稼働台数で PS4 との差を縮め4年目に追い抜く計画だとしたということで本当かよってもともと思っちゃいますけどねで今現状どうなってるのかおわこんなんじゃねえのかっていうようなね記事がこういう風うにちょっと前の記事なんですけどあったりするんですよ PS5 諦めて Xbox 買った国内でファンバナレ超高チラホラということでゲーム機 PlayStation5 と Xbox シリーズ XS の 競争に変化が起きた国内のゲーム売上を集計しているファミツー・ドット・コムによると2022年5月9日から15日の推定販売台数で XS が PS5 を上回ったのだということで、まあ、短い期間ではあるんですけどなんと XBOX がプレイステーションより売れてるぞっていうふうになったんですよねで XBOX シリーズ S については近頃通販サイトでの品切れがあまり報告されておらず安定して購入しやすいネット上の一部では p s S5 を諦めて Xbox を買ったというユーザーが見られるということで、もう乗り換えたよみたいな人がいっぱいいるみたいなんですよね、ユーザーが見られるということで、シリーズ S なら買えるって Xbox の話なんですけど、ファミツ .com の5月19日付記事によると、直近週の PS5 の推定販売台数は通常版デジタルエディションを合わせて2693台しかし XBOX の推定販売台数ではシリーズ X は105台廉価版の S が6120台で計6225台だったって、まあ、短い期間ではあるものの結構 結構な差が出ちゃってるんですよね推定台数にもともと最近の世界市場においては XBOX 販売台数が PS5 を上回ったとするデータが複数存在する最近だってあって今回は日本でも全社が上回ったとする情報が登場した格好だなるほどね徐々に XBOX もあの存在感が出てきてると XS は2020年11月10日に PS5 はその2日後に発売された同世代のゲーム機だほとんど変わらないんですよねそのバージョンというか グレードとしては PS5 と同じようにゲームファンの間では XS も品薄が続いたことで知られるということなんですよねだから PS5 だけじゃなくて XBOX も実は転売屋が狙ってたんですよね複数の通販サイトの商品価格を集計している価格 .com では S の値段の推移がわかる通常価格は3万2978円 同サイトによると20年11月から22年4月下旬にかけては最低価格は3万5000円から4万4000円と高騰していた、まあ、あの転売屋が狙ったりだとか品薄が続いてたわけですでただねところが4月24日からは値段が安定し最低価格は本来の価格帯の3万2978円から3万2970円をキープしているともう低下状態なんですよだから転売屋が狙えないような状態になってるんですよね、まあ、それは企業 努力いろいろな部分があると思うんですけど EC サイトアマゾンを見ると X は売り切れしかし S は5月20日現在3万2970円と通常価格で購入可能だとまあ、すぐに手に入るんだったらじゃあそれでいいじゃんってなっちゃうわけですよね PS5 は依然として売り切れやショップによる抽選販売が続くが XBOX シリーズ S であればすぐに買えるのが現状だえその影響か5月中の Twitter では PS5 が買えなさすぎるため XBOX でいい気がして で乗り換えるよとか PS5 には見切りをつけて普通に売っているシリーズ S を買ったなど、えー、PS5 を諦め XBOX シリーズ S の購入を選ぶゲームファンの投稿を複数確認できるということでそういう風潮になっちゃってるんですよね日本では。 で,でそういうなる理由っていうのも、ちょっと前の記事でね、こういうふうに書いてくれてたりするんですよ、まあ、その記事読んでいこうと思うんですけど、PS5 発売もうすぐ1年、ゲーム機まだ買えないし、専用ソフトも全然ないということでね、PS5 じゃないといけない理由がないんですよ、今。移行期間 PS、PS3、PS4 でもあったと。 EC サイト Amazon の売れ筋ランキングで PS5 用ソフトを見てみた21年10月22日18時現在ランキング上位10本のうち PS5 でしか遊べないゲームタイトルはラチェットクランクパラレルトラブルのみだということで去年の10月の時点でこれしかないんですよ PS5 でしか遊べないものがねだから PS5 にこだわる必要が全然今現状ないんですよ 他の旧タイトルは、全世代機の PS4 版も同時に展開されている、いわゆる縦マルチソフト。 か他のハード版も出ている横マルチソフトかのいずれかだったと、まあ、そういう風に言うんだねだから PS5 以外でも遊べるような状況なんですよゲームライターの松井宗達氏に取材した PS5 でしか遊べないソフトは現状少なくやはり PS4 や他機種でも遊べるものがほとんどだと裏付けてくれたという風うにね、まあ、その専門の人もそういう風うに言っててただ これまでも新ハードが発売されてから2年ほどは移行期間のような形で全世代機と現世代機の両方で同じタイトルのゲームがリリースされることが多かったと松井氏は話す PS3 から PS4 への移行時も同様だったとのことということで、まあ、そこら辺に関しては同じ流れだと PS4 から PS5 になるのもねで復旧しきっていない段階で最新のハードのみに対応したソフトを出しても高い収益を期待しづらい事情があるからだ現在の PS5 も PS4 こからのの移行期間に当たるととと指摘だということで、まあ、そこら辺は、ね、あの毎回一緒だというふうに言ってるんですけどねまた PS5 は PS4 と高い互換性があるゲームソフトメーカーからすればひとまず PS4 用にゲームを開発すれば PS5 でも動くゲームを作りやすいという。 複数のハートで遊べるなら多くのユーザーから触れられるメリットもあるこうした理由から現状は無理をして作り慣れていない PS5 でしか遊べないソフトを開発する必要性が薄いのではないかと松井氏は話したということで、ね、専用ソフトは今現状でほぼない状態なわけですよで、えー、こちらなんですけど、まあ、今回ね一番大事なのは多くの機種対応にする事情 なぜ他メーカーのハードでも遊べるタイトルも多いのかと松井氏によるとソニーインタラクティブエンタテインメントマイクロソフトニンテンドといったプラットフォーマーゲームハード会社からリリースされるソフトはそのメーカーのハードでしか遊べないものがほとんどだというボートのラチェットクランクパラレルトラブルも PS5 を手掛けるソニーが販売するソフトだ 一方、サードパーティー、ゲームハードメーカー以外のソフト会社のソフトだと、横マルチでの展開が主流になりつつあるという、ということでね、まあ、いろんなハートで、ね、遊べる方がいいじゃんっていう、ね、風潮になってるらしいんですよねえ。PC 版も含め、なるべく多くの機種で出した方が、より多くのユーザーが楽しめる。そうなれば、当然より多くの販売本数が期待できるからだ。ここ数年で特にその傾向は強まっていると松井氏は述べたということですね。まあ、確かにあの、これでも発売するよ、これでも発売するよっていうソフト ととかって多いと思うんですよね、まあ、元光のイメージだと最近だと「鬼滅の刃」のゲームとかもそうですけど、まあ、スイッチが出るから PS 版はあんま買わないよとかそういうことがね当たり前になりつつあるんですよねゲームグラフィックの交渉などによりソフト1本の制作にかかる人件費といった開発コストが増大より高い収益性を求めるのにはこうしたコストを回収し利益を上げたいという事情のようだそれはだって企業からしたらちょっとでも売れる方がいいからいっぺんねいろんなハードでも使えるようにしたいわけですよ まあそういう流れになってて、一方、1ハードで販売された1ソフトが売れる本数は PS2 や PS3 の時代と比べて減少しているということでね、だからもういろんな企業はもういっぱい作りたいんですよ。いろんなハードで遊べるソフトをね。で、以前は特定の機種だけで十分な売り上げが立つ場合もありました。 今は開発費の高騰により1本でも多く売りたいので1つの機種だけでは目標達成が難しいと判断すれば多機種で展開する必要がありますとまあこれが主流になってきているで特定のハードで発売されたソフト単体の売り上げが落ちているのはゲーム市場が縮小したからではない今はゲームの種類も多く遊び方も多様化していることが要因だと思いますとそういう流れに沿ってるのでだからソフト自体は XBOX でも遊べるものとかいっぱいあるんですよあの PS プレイステーションだけじゃなくて、まあ、そういう流れになってる分ハードが買いづらくなってる PS5 に関してはプレイステーションに関してはもうそっちじゃなくて XBOX でいいよーっていう風になっちゃってるんですよね傾向がだからこそまあ途中のねここここかな、えー、どこだっけ売り上げか最近の売り上げだと XBOX が抜いちゃうような形になっちゃったわけなんですよだからこそ今更、えーね、PS5 大幅増産したよーって言って本当に買うようになるのかなってボトルちゃんは不思議なんですよね ま、世界的に見るとは違うのかもしれないですけど、日本国内ではもうオワコンの空気感が流れちゃってるわけですよ。 それって、まあ、部品のね、調達の問題とかもあるかもしれないですけど、例えば、テンバイヤーとか、まあ、それって世界的な問題でもあって、テンバイヤーに対して対応がね、PS5 よりも Xbox の方が、あのしっかり対応されてたから、こういう風な現状になってるんじゃないかなと、元光は思います。先ほどもお話し,しましたけど、日本国内ではもう今ね、あの売れてるのは、ニンテンドのソフトばっかりなんですよ、ニンテンド系のね、スイッチで遊べるよとかっていうソフトばっかりで、もう、プレステ5って、もう、ほ 本当にね、あの、オワコン状態なんじゃないのかなって、元々は思ってます。ということで、いろんな人の意見も見ていこうかなと思うんですけど、こちらとか、PS5 買うメリット何があるのマウントって今 PS5 持っても,もう何にも意味ねえじゃんって、Xbox で遊べるし、PS4 でも遊べたりするんだから必要ねえだろういう意見がね、結構多かったですね。こちら、リイータといいね、させていただきますね。あ、元々ね、Twitter もやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、あとこちらとか、あまりにまともな対応しないから、 興味なくなっちゃったしソニーの体質を改めて感じてしまってなんとも残念だと思いますということでねソニーがの何て言うんだろう、まあ、今まで元水も動画でお話ししてきましたけど日本に対する、まあ、その後回し感っていうのがあのファンを遠ざけたんじゃないのかっていうふうにも言われてるんですよね作り逃げみたいなことをやるのは新しいものすぎにはいいけど安心感もないし疑念を抱いてしまうだからソニーのものは買わないようになってしまった本当に残念ということでソニーそのものへのあの。 信頼が、ね、薄くなってんじゃないのかっていう意見とかもありますねこちらもリツイートといいねさせていただきますね。とか「えー、買おうかなと思ったら定価5万円が9万円で売られているわ」「タイトルを検索したらパッとしないわ」で、えー、見送り中でした「欲しいときに買えないと別になくてもいいか」 となってしまいまいす今更感がすごいですが魅力的なタイトルが出れば買うかもしれませんと、まあ、普通に買えるような状況になって面白いソフトがあるんだったら、えー、PS5 でしか遊べないソフトがあるんだったら買うかもねみたいな人は中にいたりするんですけどまあ今もう無理なんじゃないかなと元光は思ってますけどねこれから PS5 がグイーンって上がってくるのはかなり厳しいんじゃないのかなと元光は思ってますということでね今回ね PS5 オこコンなんじゃねえのかっていうようなお話をさせていただきました皆さんの意見もねぜひ お聞かせいただけたらなと思います。まとみずのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。